ここは古い発電所だ。閉鎖されたと思ってた。俺はここで何をしたらいいんだ。どこに行けばいいんだ。何かヒントはないのか。蝶の形に折られた折り紙、蝶を探せばいいのか。罠かもしれない。注意した方がいいな。どこかにビルの入り口があるはずだ。入り口は閉鎖されてる。他に入り口があるはずだ。ビルを迂回すれば入り口があるかもしれない。有刺鉄線、抜け道があるはずだ。電力コンデンサー、この音を聞く限りまだ動いてるな。扉に蝶、そこに行かないと。ドアが開かない。閉じ込められた。マッチ箱、使えるかもな。助けを呼んでもダメだ。誰もいない。出口はこのシャフトのみか。初めからパイプに入るべきじゃなかった。自殺行為だ。パイプの先は嫌な予感がする。
ガラスの破片、カミソリみたいに尖ってる。もう戻れない。這って進むしかない。腕を傷つけないようにゆっくりと。マッチの火、空気が来る場所がわかる。風をたどればいいだけだ。どっちだ。方向を確かめる方法があるはずだ。これじゃ何も見えない。マッチはどこだ。どっちだ。方向を確かめる方法があるはずだ。しっかりしろ、イーサン。頑張れ。パイプだ。俺のせいでショーンの命が。この騒音は。ネズミ。なるほど。奴らが入れば俺もここから出られるはずだ。ここから脱出しないと。出口があるはずだ。風、かすかに風が。どこから吹いているか分かれば出口にたどり着くかもしれない。痛すぎる。これ以上耐えられない。諦めないぞ。ショーンのためならやり通してやる。俺が初めてのゲストってわけじゃないみたいだ。こいつは出られなかったのか。マッチの火、空気が来る場所がわかる。風をたどればいいだけだ。マッチの火、空気が来る場所がわかる。風をたどればいいだけだ。どこに続いているかもわからない。終点は地獄かもな。ジャンプするかしないか。冗談だろ。どっちにしても選択の余地はないな。他に出口はないんだ。仕方ない。
選択の余地はないってことか。コンデンサーを一つずつよく見ろ。正しいルートを進めば無事に脱出できるはずだ。蝶だ。あそこに蝶のマークが。あそこに行こう。かなり血を失った。立つのがやっとだ。電力コンデンサー地帯か。ここを通らないと蝶にはたどり着けない。感覚がまちまちだ。通り抜けやすそうなコンデンサーもある。コンデンサーが動いてる。ちょっとでも触れれば丸焦げだぞ。集中しろ。少しでも間違えれば感電するぞ。うん、他の出口を探さないとダメだな。電力コンデンサー地帯、諦めるつもりはない。ショーンのためなら最後までやり抜かないと。生きているうちに帰ろう。ここで死んだらショーンが救えない。